どうもジョン・スミスと申します。今回は早いシングルストローク、両手の連打で、ね、右左右左の連打を疲れず早く叩くためのコツというかポイント3つについて少し喋っていこうと思います。まあ、今回ご紹介するのはこの3つにポイント絞って、まあ、それぞれの練習をしていけば3つ練習していけば、まあ、疲れずに早い両手の連打が叩けるようになるよということです。まあ、これを今回はさーっと1個ずつご紹介していこうかなと思います。ドラム初心者の方にとっては早い連打ってね、両手の連打って結構憧れの一つやと思うんですけども、まあ、要点を絞って練習していけばそんなにその高いハードルでもないので、うん、ある程度練習重ねていけばできるようになってきますので、ぜひ今回の動画を参考に練習していってほしいなと思います。で早速3ついきましょう。今回こうポイントを絞る3つはこの肘、手首、指、この3つです。肘と手首と指、この3つに絞って練習していきます。この3つをちゃんと動かせるようになれたらもうシングルストロークはもう攻略できたも同然です。じゃあ早速1個1個見ていきましょう。まずは肘から。肘、早い連打、もう早い両手連打、もしくは早い8ビートを叩くときに必要なダウンアップ奏法という動きがあるんですね。これです。もう、もうちょいゆっくりするとこうか。こんな感じで、肘あたりをうにょうにょ、まあ、肘っていうか全、まあ、詳しくは腕全体なんやけども、まあ、肘あたりをうにょうにょさせて、こう、叩く奏法があるんですね。まずはこれができるようになりましょうと。まあ、これができるようになったらもう半分くらい、50% くらいもう、できたようなもんです。うん。ダウンアップ奏法っていうのは、この、一発、下げて一発、上げて一発、っていう感じの奏法になります。こう、なんていうかな、普通に叩こうとしちゃうと、下げて一発、下げて一発、下げて一発、って感じになってしまいがちなんですけども、こう、これをしてしまうと、一発叩くのに下げて、また上げて下げてっていうことをしなければいけないんですね。こう、下げて上げて下げて上げて。で、これは効率が悪いと。ダウンアップ奏法っていうのは下げて一発、上げて一発、2倍でしょっていう話。まあ、こんだけの奏法なんですけども、これができるようになるだけでもだいぶ変わります。うん。だいぶ疲れずに早い連打ができるようになりますので、ぜひこれを練習してほしいんですね。こう、もうコツとしてはもう、コツっていうか動作としてはもう、腕全体を肘から、肘をスタートとして腕全体を下げて一発、腕全体下げて一発で、肘を支点、スタートとして、こう腕全体を上げて一発、下げて一発、上げて一発。まあ、たむこ、みやつもうちょいここら辺でやってみようか。下げて一発、上げて一発。うん。で、この腕全体を下げる、もしくは上げる動作の時に、肘をスタートとして考えるとやりやすいよっていう話です。こう肘をまず一番最初に下げて、で次にこう手首あたりがうにょーんって落ちてって最後にスティックが下がる感じ。上げる時も同様、肘をスタートとしてこう手首が上がってスティックが上がる感じ。こんな感じでね、うにょーん、まあ無知の動きっていうとまあまあそうなんやけども、うん、まあ無知のような動きでさな、こう全体がその滑らかにこう連動してる感じ。1、2、3みたいなね。じゃあ1、2、3、1、2、3みたいな感じでやってもいい。まあ要はそういうところが滑らかにできるようになったらいいよねっていう話です。うん、うん、この感じ。最初はこの動き練習するときすごい腕あたりが、特にここら辺かな、上腕あたりが疲れるかなと思うんですけども、これはもう慣れていったら自然と疲れなくなっていきます。うん、最初は筋肉痛になると思うけど、それはもう致し方ないところなので、まあなるべく練習中もね、力抜いてやれるようになったらいいと思うんですけども、まあ、最初の筋肉痛とかは致し方ないことなので、そこはもう大丈夫です。うん、慣れてきたら力抜ける、まあ脱力っていうんですけどね、うん、力抜いてできるようになるのでそれでいいと思います。っていうのがまあ1個目、ちょっと長くなっちゃったけど肘の動きの解説でした。これがポイント1個目で、ポイント2つ目、手首。うん、手首だけである程度打てるように練習しましょうという話。まあリストショットって言うたりするんですけども、手首だけで指を使わず、指とか腕、肘を使わずに、こう、手首だけで、こう、ある程度。まあ、こんぐらいで十分です。うん。手首単体だとそんなに早くはできないです。うん。こんぐらいが限界かな。指ギュって握り、まあ、ギュってやらんでいいけど、ちょっと固めた感じで、手首だけでこう。まあ、こんぐらいが限界かな。左手も同様に。この手首の動きだけで、こう。指とか使わずに叩く練習。うん、実際のシングルストローク、実際の連打の時ってまあどっちかというと指とか肘、腕全体がメインなんですけども、手首も使ってないわけではないので、ここも鍛えておけるといいよねっていう話です。まあ、手首に関してはダブルストロークの時、こう
一振りで2発叩く奏法とかでも、まあ、手首の要素が出てきたりするんで、ここの意識を養っておくっていうのは、うん、今のうちにやっといていいと思います。うん、手首だけでこうゆっくりからね。手首ってちょっと繊細なところなので、あの関節部分はね繊細なので、あまり無理せずにゆっくりから、うん、痛みが出たらすぐやめる、うん、っていうのを大事にしてください。まあこんぐらいまででいいかな、スピードとしては。うん、メインは指と肘なので、まあ、手首はこんな感じで練習する。これがポイント二つ目。手首の意識を養う。まあ手首をある程度動かせるようにする練習。で、三つ目最後。ここが特に大事。指。この練習をしましょう。指だけで、うん、フィンガーショットっていうのかな。フィンガリングと言ったりするけども。指だけで、指のこのパタパタ。パタパタだけで、こう。打てるようにする。右も同様にね。うん、聞き手の方が早いわな。まあここまで早くする必要はないけども。まあ指をパタパタする。うん、手首とか肘は使わず、肘あたりは使わずに、こう、もう指だけでこう、もうスティック持たずにやるとこんな感じかな。うん、この動きだけで、こう、ある程度の速さで叩けるようにする。どんぐらいかな。まあこんぐらいまでいけたらいいけど、ちょっとだいぶ難しいと思うので、うん。まあ目標テンポ、自分がやりたい、連打したい速度ぐらいまでできるようになったらいいかなと思います。まあテンポ180の両手連打がやりたかったら、テンポ180までできるようにする。この指だけでね。っていうことができるようになると、もう、うん、100% できると思いますんで、うん、大丈夫です。それで、頑張っていきましょう。という感じですね。うん、特にこの指に関しては、指の感覚を鍛えられると、あと、ルディメンツにも役立ったりするんですよ。さっきやったダブルストロークとかもそうだし、指の感覚が鍛えられていると、その、シックスストロークロールみたいなルーディメンツ、こう、こういうやつ、右、左、左、右、右、左、みたいなやつとか、まあ、パラディドルとかね、ミスター。とか、いろいろそういうのに応用とか、応用っていうか基礎力やわな。そういったところにも広げていけるので、指の感覚が鍛えられていると。うん。まあ、ここでその、フィンガリングの練習をしていくっていうのは、とても有用だと思いますので、ぜひ、こう、うん、こう、くじけず。指は特に動かしにくかったりすると思います。左手なんか特にね。だからだいぶ時間かかるとは思うんですけども、うん。ここを養っておけると、さっき言ったあのルーディメンツだったり、その細かいフレーズ、もしくはこう、うん。持久力アップにもつながっていきますんで、ぜひ、こう、挑戦してみてほしいなと思います。うん。こういう風にして、この3つのポイント、肘と手首と指、それぞれ別個に鍛えていって、最後に、こう、まあ、まず片手からね、こう、指と手首と肘を同時に動かす感じ。うん。ができると速いシングルストロークの連打ができるようになります。うん、シングルストロークの連打重複してんな。左も同様に、うん、右と左の動きは 100% 同じでなくてもいいです。最終叩けたらそれでいいです。人間の骨格的に 100% 同じというのはまあ無理なので、ほぼ無理なので、まあ大体一緒やったらいいよねって感じ。まあなるべくね揃えたいですけども、まあ大体同じぐらいやったらまあいいだろうという感覚でやっていただければなと思います。そういう風にしてこう 3つのポイントを練習して、こう最後に両手でこう速い連打をできるようにこう練習しててほしいなと思いますというお話でした。うん。まあ、この3つのポイントに絞るってだけでも、だいぶその何をやればいいのかっていうのは明確になって、こう練習しやすくなると思いますんで、ぜひ、まあ、こういう感覚を、ま、このなんか要点を絞るみたいな練習方法は結構他のね、ツーバス連打だったり、まあ、そういったところにも有効だったりするんで、ぜひその感覚を持っていただければなと思いますという余談でした。ま、本日はそんなところかな。こんな感じで私のチャンネルでは普段ドラムの練習について情報発信を行っておりますので、よければチャンネル登録、高評価ボタンなどよろしくお願いいたします。という感じでした。まあ、本日はそんなところで以上、ジョン・スミスでした。